着雪は雪が物体に付着する現象、または付着した雪のこと。特に付着した物体が電線の時は電線着雪、列車の時は列車着雪と呼ばれ、共に雪害である。強風下で気温が摂氏0度から摂氏1度くらいで降る濡れ、雪の時に起こりやすい。雪が湿っていると水の表面張力が働くからである。 着雪が著しい場合は着雪注意報が出される。日本では11月から3月にかけて発生しやすい。送電線や電話線に雪が付着すると、電線を軸とする直径10から20センチメートルの筒状の着雪が発達する。地長やギャロッピング現象、着雪が落下した際の反動による電線の跳ね上がり現象により断線したり、時には電柱や 送電鉄塔が倒れる。電線着雪はその形から筒雪と呼ばれることがある。なお、電線だけでなく、電柱にも着雪は発生する。風で電柱に雪が吹きつけられた雪が、気温の上昇に伴い側面をずり落ち、白蛇が張っているような形状となる、雪紐という現象が発生することがある。走行風により雪が巻き上げられ、 車体後部に着設した鉄道車両鉄道においては列車走行の風に巻き上げられた雪が車体に付着したり雪のある区間を列車で除雪しながら進行するときに雪が床下に付着したりする付着が進んで成長した雪の塊は走行中の振動特に分岐器通過時の衝撃でまとまって落下することがありこの落下により 軌道のバラストが跳ね上げられて列車の窓ガラスを割ったり沿線に被害をもたらしたりして問題となる。また分岐器のレールの隙間に入り込むと分岐器の転換不能の原因となることもある。こうしたことから着雪の防止対策と発生した着雪への対策が両面で行われている。東海道新幹線では関ヶ原付近で陶器に降雪があり、 ここでの車体への着雪が後に落下して、バラストを跳ね飛ばす問題を引き起こす。こうしたことから、関ヶ原付近には、雪の舞い上がりを防ぐために、雪を湿らせる目的のスプリンクラーが設置されている。東海道新幹線では、高架橋ではなく、築堤が多用されていることから、雪を溶かすだけの水をまくと蓄底が緩んでしまうので、溶かす対策は取られていない。 スプリンクラーを利用しても高速になると着雪が進行することから、降雪時には速度制限が設定されたり、関ヶ原通過後の停車駅で雪の除去作業が行われたりして、ダイヤに乱れをもたらす。上越新幹線では、新潟県における降雪量が非常に大きいことから、沿線にボイラーを設置して組み上げた地下水を沸かし、スプリンクラーで温水を散布して、 すべての雪を溶かしてしまうという抜本的な対策が取られており、着雪はまず発生しない。JR 北海道785系電車では、改造を実施して、走行時の空気の流れを導き、着雪を抑制する対策をとっている。客室部分の窓にポリカーボネート板を装着した、鉄道車両落下した雪の塊によって、バラストが跳ね上げられる問題については、 列車の窓ガラスにポリカーボネートを装着して割れないようにする対策が行われている。分岐器部分に落下して転換不能をもたらす問題に対しては電気融雪機、カンテラ、ウォータージェット式の除雪装置などを設置して詰まった雪を除去、誘拐してしまう対策が取られている。ありがとうございます。